中郷大輝は、徳島県長郡和敷町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。和敷町立和敷中学校では、野球部で田中戦争と共にプレーする。徳島県立長高等学校を卒業後、JR 四国に入社。チームメイトの岩井真嗣と共に、チームの2枚看板として、都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会進出の、 原動力となった。2006年の大学生、社会人ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに6巡目で指名された。2007年7月13日、1軍登録され24日の福岡ソフトバンクホークス戦で初登板。2012年は開幕1軍入りを果たし、シーズン序盤は登板機会が少なかったものの6月頃より、 登板数が増え始め、最終的には44試合に登板。プロ初勝利、プロ初ホールドもこの年に記録した。また、8月5日のオリックスバファローズ戦では、プロ初の先発登板も果たした。2013年も中継ぎとして37試合に登板。防御率3点台と昨年より安定感を欠いたが、自己最多となる15ホールドをマークした。 2014年1月7日、フリーエージェントでロッテに移籍した久井秀明の人的保障として埼玉西武ライオンズへの移籍が球団ホームページで発表され、背番号は39に決まった。2015年10月27日、球団に来期の契約をしない旨を通告された。12月10日に現役引退と古ス・ロッテの打撃投手への就任が発表された。 変速的なフォームから繰り出す最速時速 148km のストレートが武器。使用する主な変化球はスライダー、緩いカーブ、フォーク。テイクバックの際に右腕が体幹に隠れるためリリースの瞬間が見えづらいフォームをしている。ありがとうございます。